C-17 でマイケル・マレン統合参謀本部議長と会話するオースティン・ロバート・ゲーツ国防長官とオースティン・ドイド・ジェームス・オースティン3世はアメリカ合衆国の政治家、軍人。最終階級は陸軍大将。ジョー・バイデン政権で第28代アメリカ合衆国国防長官を務めている。イラク戦争において 多国籍軍団や中流アメリカ軍の司令官を務め、2012年1月31日から第33大陸軍副参謀総長に任命された。2013年3月22日からアメリカ中央軍の第12大司令官に任命され、アフリカ系アメリカ人として最初の中央軍司令官となった。退役後は、レーセオンテクノロジーズニューコア、 テネットヘルスケアなどの企業で役員を務めていた。2020年12月8日に、ジョー・バイデン時期大統領より新政権でのアフリカ啓発の国防長官に指名され、2021年1月22日に就任した。1953年8月8日にアラバマ州モービルに誕生し、ジョージア州のトーマスビルで育った。1975年、 アメリカ陸軍士官学校を卒業して、理学士を取得し、陸軍から将尉に任官された。在ドイツアメリカ軍の第3不評師団第7連隊第1大隊に配属され、A 中隊のライフル小隊長や戦闘支援中隊の偵察小隊長を務めた。不評将校上級課程を経て、ノースカロライナ州のフォートブラックに駐留する第82空挺師団に転属となり、 同志団の指揮下にある第508不評連隊で第2大隊戦闘支援中隊の中隊長や第1大隊の作戦参謀を務めた。インディアナポリスに赴任して地区防衛大隊の大隊長を務めた後、ウェストポイントに戦術士官として赴任した。フォートレブンワースの陸軍指揮僚大学を修了後、フォートドラムの第13学士団に転属した。 第十三学士団では、参謀士官、第二十二不評連隊、第二大隊副官、第一旅団副官を歴任し、フォートドラムでの訓練、動員、安全管理の責任者となった。また軍務と並行して、オーバン大学で文学修士、ウェブスター大学で経営学修士を取得している。百九十三年に、第十二空挺士団に戻って、 第505落下3連隊の第2大隊長に任命され、師団の作戦参謀も務めた。陸軍戦略大学を卒業後、第82空挺師団の第3旅団長に任命されたが、直後に国防総省から統合作戦本部共同作戦部長に任命されてワシントンに赴任した。2001年に第3不評師団の機械化部隊司令官に任命された。 2003年3月、第3不評師団の機械化部隊はイラク多国籍軍に加わり、ブッシュ政権が主導するイラク戦争の戦闘に立った。同年9月、新たに第13学師団の師団長に任命されて、イラクからアフガニスタンへ転戦し、普及の自由作戦を行う第185同任務部隊の司令官を兼任している。2005年9月、 アメリカ中央軍の参謀長に任命され、本国に帰還した。2006年12月8日、中将に昇格の上で、第82空挺師団を含めた第18空挺軍団の司令官に着任した。2008年2月、多国籍軍参加のイラク多国籍軍団の司令官としてイラクに再度赴任し、 第18空挺軍団を中心に兵員15万2000名を指揮下に置いた。2010年9月1日、レーモンド・オディエルの大将の公認として在イラク米軍の総司令官となり、バグダッドのアルファウ宮殿で就任式典が行われた。中流米軍はイラク戦争に派兵されたすべての米軍部隊とまだ撤退を決定していない多国籍軍部隊への指揮権を保持していた。 イラク軍及びイラク内務省への支援や助言を行い、また中流米軍司令官として14000人から18000人の兵力強化を要求した。情勢は戦争や占領統治から多国籍軍が擁立したイラク正式政府に支配権限を移譲する段階に移行しており、本国でもオバマ政権による兵力撤収が進められていた。 2010年2月17日以降、中流アメリカ軍によるイラクの自由を切り上げ、イラク治安部隊への支援を中心とした新たなる夜明けへの転換を実施した。軍事、治安作戦のみならず、イラク政府との戦略的パートナーシップの締結など、外交交渉やアメリカ国内での政策議論にも幅広く関与した。 イラクからの早期撤退については、ジェームズ・マティス中央軍司令官と同じく反対の立場を取った。2011年以降も1万名以上の兵力展開を要求し、残り2万名の兵員についての作戦計画を承認していたが、最終的には政府に従って、中流部隊の早期撤退と5万名の中流部隊の再配置を行った。2011年12月15日、 バグダード国際空港で在イラク米軍の解散式典が開かれたが、この空港は自身が8年前に第三不評師団の部隊を率いて占領した拠点でもあり演説でもそのことに触れている。2011年12月18日任務を終えてイラクから帰還した。2011年12月中に陸軍副参謀総長に指名され、 翌年1月31日に正式に就任して、陸軍予算や人員の管理を担当した。また軍内の自殺者を減らすための環境改善を進め、精神面の治療方法についての評価作業を実施した。中央軍司令官をマティス海兵隊大将から引き継ぐ、様子二千十三年三月十二日、政権の軍事政策を批判していたマティスが、事実上更迭されると、 バラク・オバマ大統領から公認の中央軍司令官に任命された。軍事上の問題について、コーデの発言や説明を避け、メディアに対して、見えざる将軍と呼ばれる秘匿的なアプローチを行った。2014年6月、イスラム国が台頭して、イラクの主要都市モスルを制圧するまでに勢力を拡大したため、中央軍司令官として、イラク、シリアなどで、 対アイソルの軍事作戦を展開した。アイソルについて一発やと形容し、2014年10月の時点ではシリアよりもイラクでの戦線立て直しを優先する方針を示した。2015年、シリア内戦での地上戦力投入を避けるため、数千名のシリア人部隊を支援するというオバマ政権の計画が難航していることを上院軍事委員会で証言し、 あとにホワイトハウスも認めている。軍事委員会では、退役軍人であるジョン・マケイン上院議員から批判を受けている。2016年3月30日、中央軍司令官を退任し、陸軍を退役した。共和党議員からは、イラク、アフガニスタンでのキャリアと比較して、制裁を欠いた後の批判を受けているが、アメリカの支援を受けるシリア民主軍は、翌年に落下を奪還しており、 地上戦力を出さずに、対愛ソる相当を行うという困難な要求に、道筋をつけたとも言える。退役後は、大手軍術産業である、レーセオンテクノロジーズの取締役に就任し、2017年9月18日からは、大手鉄鋼会社ニューコアの取締役となった。役員職以外にも自身のコンサルティング会社を、設立している。 2018年5月29日、医療サービス大手のテネットヘルスケアの取締役に就任した。2020年11月27日、ニュースサイトのキシオスは、ジョー・バイデンの政権移行チームから国防長官候補として打診されていると報道した。副大統領時代に中央軍司令官として信頼関係があり、政権移行チームの安全保障問題のアドバイザーを、 勤めていたものの国防長官はミッシェル・フロノイが有力視されていた。フロノイは自身のコンサルタント会社と軍事産業の親密な関係に対して民主党の急進左派からの強い反発を受けていたため党廃色の薄いオースティンを新たに指名したと見られている。アフリカ系アメリカ人の国防長官選出を求めていた黒人議員連盟の指示や 最高位の軍人としてのキャリアも判断材料になったとみられるが、同時に自身も軍需産業の役員を務めていた点が懸念材料として浮上している。2020年12月7日、バイデンから国防長官として正式に指名を受けたとの報道が行われた。2021年1月19日に上院指名のための上院公聴会に出席。中国とロシアが 米国の戦略的競争相手であるとする2018年のアメリカ国家防衛戦略の認識を確認した上で、軍近代化の範囲や規模から見て、最重要懸案は中国だと言明した。元中央軍司令官から国防長官となったジェームズ・マティスがそうであったように、国家安全保障法の規定から退役7年未満の軍人が就任するには、 議会の特別認可が必要となるため、議会にて、歴代3人目の規定免除を受けた上で2021年1月22日に、上院で人事案が賛成93、反対2で承認され、同日に就任した。2021年2月2日にオースティンは、トランプ前政権で、当時の国防長官代行クリストファー・シー・ミラーが短期間で入れ替えた。 国防総省の諮問委員のほとんどを解任することを決定し、国防ビジネス委員会からは元トランプ陣営戦隊本部長のコーリール・アンドースキラ、国防政策委員会からはニュート・ギングリッチらが解任された。2021年2月25日にアメリカ軍はバイデン政権下で初の軍事行動であるシリアの親イラン民兵組織への空爆を実施した。 米当局者によれば、オースティンが攻撃を助言したことを受けて、バイデン大統領が決定したとされる。宗教面では、ローマカトリックに属している。某バイデンの上司で、イラクで任務に当たっていた当時、ほぼすべての日曜日に一緒に、ミサに参加していたと言われており、帰国後も、両氏は関係を維持していた。ありがとうございます。